皆さん、どうもよろしく頼むし、ドラマ TK です。では、本日はポケットモンスターバイオレット、青の円盤編、やっていきましょう。任せた、任せた。なんや、チリちゃんとポケモン勝負したいんか？したいよ。よっしゃ、チリとモンだろか？決まっていくでー。いや、いいわ。なんか好きだ。お！何やろ？変わったぞ！音楽が音楽が変わったで！やめとこ。なんか、チリちゃんの語尾に。寄せていくのやめよって。まあ、オーガポンの独断調でしょうね。それはもう、だいぶ。で、シングルバトルが楽で言えば、やっぱ、何も考えずに、いや、考えろよっていう話だから。枠だね。足で変えていきましょう。ここは変えていきましょう。で、アシレーヌと、に、アット型のアリアしてもらって、4倍ですからね。バクーダ、焼きっちょろに8、みたいな感じ。ドナイトス！へぇー！ドナイトスならグラウドボーンで。えーってなった。チリちゃん、ドライトス持ってんの？マジで？御三家何か持ってれるなと思っていたら、ドライトスだった。クリアソングでなら、燃やしてってあげよう。よし。ドライトス倒れていく。ドンファン変えるよね。オーガポンに。言ってよ、オーガポン。頑張れよー。な、言ってそうよな、実際。スタコンボーレー。いいねー。いる？ちゃちゃ。攻撃こらえていく。毒づき、うわ。もう一度ツタコンボをしていく。どうね。勇気するだけやろうかな。な、やっぱ順位ええわ。本気出しても壊れんさかい。え？うん。ウッドホーンで、もうちょい金かったのか。おぉ、勇気せ勇気するやろな。勇気せ言うやろなと思ってたから、ちょうどよかった。ふと思ったけど、今、隆起するときのシーンを見えたけどさ、そのチリちゃんの動き、後ろ向いてるやん。投げた後。ちょっとびっくりした。え？うわぁ、見守りやがった。ウッドホンジャー、どうの HP、吸収性ってなった。あったな。うん。俺んだろ。よし！どう撃破！そしてチリに勝っていく。
ガーパンじゃん。自分決まりすぎや。悪かったよ。なんか好きだわ、でも。またエグくなってるやん。こんなん叶わんねえ。こちら。さすが、総大将に認められるわけ。やな。このチリちゃんに買ったんじゃ。ごっつええもんもらったって。なに？なにくれんの？特製パッチ？うっそ！うちも決まっとるさかい。負けっぱなしで、おらんからな。おう。特別講師呼んでくー。で、リップにしていくー。さあ、リップとの交換会、やってきますかね。おっと？いつもおもたかちゃんと一緒だから、見落としてたわ。あなたはリップのとこで専属モデルにならない？ついにバレてもうたか、チリちゃんの美人サンド。ちょっと笑ってしまうんだか。笑ってはいけないと思うんですけど、ちょっと笑ってしまった。自分で言ってるからさ。それに笑ってしまった。こんなにいい素材を今まで放っておいたなんて。いや、じゃあ放っておいたなんて。リップのメタラ、飛んだ名節ね。あ、名節って。でも、チリちゃん、総大将の、世話で忙しいからな。あの人が嫌になったらいつでもリップに乗り換えてね。そういえばドラゴンチキちゃん、リップとの約束を覚えてる？え？何やったっけ？はい。はい？はい、いいなって。年上からのアドバイス覚えてて偉いわ。いや、ごめん、ちょっとごめん、ちょっと忘れてた。才能究極まで突き詰めて輝き続けてねって約束。ああ。それはまあね。全然心配ないみたい。かいね。後ろ。言われた。リップクリップ。グリビツしてるくらいよ。びっくりね。どう、もう少し大人になったらリップの会社に来ない？あなたなら世界狙えるはずよ。おー、お願いします。お返事をまだ聞かないでおくわ。いや、マジかーい。マジかーい。リップとの新しい約束忘れちゃダメダメよ。忘れないように何かリップと思い出作っちゃう。そうだ、リップと気分交換しましょう。はい、しましょう。それをするために呼んでるんですから。そうこなくちゃ、リップはひらひなちゃんを出すけど、あなたはどの子を選ぶのかしら。ランテス？誰出しましょうかね。エスパータイプでしょ？ま、宿気、いや、宿気がちょっと嫌やな。それちょっと嫌だなってこと。ふとな。メタグロス。ダンバルでもいいかも。ふとそんなこと思った。よし。ダンバルをあげよう。ドラゴン TK ちゃんのダンバルちゃんとリップのヒラヒラちゃんを交換ね。はい。エスパー入ってて、かつ、ハガネも入ってるからさ、使ってほしいなって思って。ちょっとめっちゃ使ってほしいなって思ってしまってさ。リップには。よし、ひらひな。リップのひらひなゲットだぜ。ゲットだぜって、交換したわけやし、それそうやけど。ガンバルちゃんを選ぶなんて、ナイス美意識ね。ドラマティケイちゃんだと思って優しく書こうってするの。やめてー、書こわんといてーやろ。書こわんといてーってなるわ、ほんまだいぶ。ああ、ラスト、話聞いてかんと。
ね、ドラゴン TQ ちゃん、レプト究極ラビは追求しないと。いやー、いいです。今は、大物ね。大物でした。はい。ボックス、見ていこう。ひらひな、加速ね。加速な戦法できそうですね。言ってる場合か。ワンパクね。この性格は嫌かな。ちょっと嫌かなってなってしまうな。控えめにしたいね。使うんであればね。よし、ラスト。BP 支援、じゃ。特別講師で、グルーシャ呼んで、ね。ラストやっていきましょう。交換、やっていこう。交換していこうぜ。話ですね。あれ？あ、いた。わからなかった。さっき、ポールエリアの雪山登ってたんだ。ナッペじゃない雪山に、アルクジラたち、はしゃいじゃって。それ見ていたら僕も少しだけボード、乗ってしまった。いいですね。いや、雪の調子は良かったよ。良かった。久々に滑って、我ながら熱くなりすぎた。熱くなりすぎちゃった。ボードにはもう乗らないつもりだったけど、たくん、ここに来た時くらいは解禁してもいいかな。おぉ。よかったやん。悪かったね。石が弱くて。いやいや、そんなこと思ってない。めっちゃ思ってない。そんな、思ったことない。寒いついでにもっと寒いことしようか。あんたと僕のポケモン交換やってみる？やってみようぜ。何出してくれんの？本当にするんだ。じゃあ僕からアルクジラ。あ、やっぱアルクジラやんな。あんたはどうする？氷タイプのポケモン。あ、サンドいいんじゃない？サンド。いや、急遽持ってたか。また手打つ。どうしよっかな、なら。キューコン持ってたいな。どうしよう。悩む。ちょっと悩む。うまじ。サンドパン。いや、サンド、いいかもしれない。サンドパン。開けといてもいいかも。うん。それは思った。キューコンいて、サンドパンおらんわけやったし、おらんかったし、な。実際、そうやんな。あんたのサンドパンと僕のアルクジラ交換するよ。はい。グルーシャにはサンドパンをあげよう。氷タイプ。使ってほしいな、思ってさ。すごく。氷の石で進化してる方のやつやけど、サンドじゃない方やけど。アルクジラ送られてきたね。かわいいね、アルクジラね。サンドパンか。うん、悪くないね。やろう。あんたから託されたんだ。寒い育て方はしないよ。いや、けど氷タイプやけどね。氷タイプですけどね。よし。僕と戦いたいの？いや、別に今はいい。では、今回はね、この辺で終わって、次回までにちゃんと BP 稼いでおきます。それでは稼いでおきます。で、次回以降の、この、特別講師の枠なんですけど、これね、やっていくわけなんです。ここからですね。ここから、チリちゃんからやっていくんだけども、ここら辺ね、まだ解禁できてないところも、最初にちょっと、授業を受けてもいいかもね。うん。なんてことは、ちょっと思ってます。そろそろ授業を受けないと、絆、芽生えさせんと、特別講師呼びないわけですから。
なので、次回はそこからやるかもしれない。TP 集めはしておくと思うけどね。では、ご視聴の方、ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。アリュー、アリュースク、バイスラバシャ。